お島小島は北海道まさ郡まさ町に属する無人島。まさ小島とも呼ばれる。まさ町の沖約 24km 付近に位置している。面積は1.54平方キロメートル。周囲約4キロメートル小島の名はお島大島に対してのもの。島の南端は北緯41度20分58秒であり。 離島も含めた抗義の北海道最南端である。住所は全域にわたって、正木郡正木町小島。島の頂上には、旧河口だったとみられるくぼみがあり、島のほとんどが安山岩で形成されている。島の周囲は、海色崖になっている。ケイマフリアウミウ、ウミネコ等の海鳥の繁殖地であり、カエデカのイタヤカエデ類が優先する林や、 霊温体制の草原が発達している。このことから、まさき小島の名称で、天然記念物に指定されている。近海で創業する漁船が多いため、漁船の避難所、休憩所として、小島漁港が設置されている。2017年現在、管理委託された人員が、年間50日間ほど滞在するために、松前桜漁業協同組合が所有する管理小屋と、発電機小屋、 倉庫とトイレの四つの建造物が置かれている。その他に無人管理される第一管区海上法案本部の正木小島灯台がある。古くから知られた島で下記には島に渡って漁をする人も多くいた。江戸時代の記録では1673年に正木藩主所有の船が島の沖で遭難したという。文化年間の村勘組長によると町の商人が 大島場所や小島場所を開設し、魚油、吹き、とど肉などを生産していた。また、幕末の最高映像日市では1846年には、島に船間が1箇所と番屋があり、夏季には、とど漁が行われていたほか、海藻、生子、アワビなどの漁が行われていたと記されている。昭和20年代から40年代までは、石川県輪島市から、 アマが訪れて、昆布、アワビ、ウニなどの漁を行っていた。2017年11月、朝鮮民主主義人民共和国の朝鮮人民軍第854部隊に所属する木造の漁船が当時無人だったお島小島に侵入。10人の搭乗員が10日間ほどの間に、島内の施錠してあった海上保安庁の東大施設や漁協の管理後や、 発電施設に入り、テレビ、バイク、冷蔵庫など金目の家電製品と1ヶ月分の食料のすべて燃料を入れていたタンクや衣類等などの多数を摂取し、ボイラーや太陽発電装置などを破壊した。被害額は1000万円に達する。11月28日、パトロール中の警察のヘリコプターが、お島小島の湾内に不審船が停泊しているのを発見。 11月29日、現場に向かった海上保安庁の巡視船が北海道南部のまさ町の沖で木造船を発見。その際、巡視船のすぐそばで木造船の乗組員が略奪した家電製品などを海に投棄し、その一部を巡視船が証拠品として回収した。木造船は函館港沖に並行され、任意で聴取が行われた。12月8日に、 木造船を経流していたロープを切断して、函館港沖を1時間余りにわたって逃走したが、追いかけてきた海上保安庁の船に取り囲まれ阻止された。木造船は当初好転のためお島小島に一時避難していたとされていたが、12月9日、北海道警察は窃盗容疑で船長ら3名を逮捕した。残りの7人の北朝鮮人のうち1人は、 は板で入院し、6人は入国管理局に引き渡された。12月28日、札幌地検は船長を窃盗容疑で起訴した。2018年3月27日、函館地裁は船長に対し、窃盗罪で懲役2年6月、執行猶予4年の有罪判決を言い渡し、その後船長ら乗組員10人全員が強制送還された。なお、 2017年12月に寄付金を受け付ける協議会が設立され、700万円以上の寄付金が寄せられ、施設の復旧や備品の購入に充てられた。ありがとうございます。